はい、レオンチャンネルです。今回は検証動画です。恐竜ジャーの39話でやっていたミーコのトバスピノとノッサのステゴッチ、そしてティングのガブティラを使って特別な音声が鳴るかどうかを検証してみます。もしかしたら隠し音声があるんでしょうか。ではまずはカーニバルに変身します。そしてテレビ通りノッサン、ミーコ、キングの順でいきます。まずはノッサン。次はミーコ。最後はキング。これは特別な音声じゃないですね。ランダムに充電池を装填した時の音声です。あ、もしかしたら隠し音声があるかなと思ったんですけど、特にそういうものはないようです。ではせっかくですから3ヒロインをガブリンチします。順番はアミ、ヤヨイ、ミーコです。もしかしたら変わった音声が鳴るかもしれません。まずはアミ。そしてヤヨイ。最後はミコ。でしょうね。まあ特別な音声はならないでしょうね。さらにガブリンチョ。はい、ということで恐竜ジャーの39話の通りトバスピノとステゴッチとガブティラを入れましたけど、特別な音声はなりませんでした。あと3ヒロインでもダメでしたね。まだ発見されてない隠し音声が入ってると面白いんですけどね。以上、レオンチャンネルの検証動画でした。ガブリンチします。